おはようございます。高校生です。今日もご視聴くださりありがとうございます。朝ごはんの前にちょっとチョコレートを食べてエネルギーをチャージします。この間アムールで買ってきた正代美容ナチュールのチョコレートです。みーちゃん、おちゃん、おはよう。はい、今日の動画は PR 動画になるんですけど、みんな M って知ってますか？多分広告とかで見かけてると思うんですけど、アメリカの大型ショッピングアプリで公式アプリダウンロード数は1200万件のアメリカ国内1位の大型ショッピングアプリなんです。で、日本では去年の6月からやっと買い物ができるようになったというわけです。はい、そして今回は視聴者の皆様のために1万5000円分のクーポンを用意していただきました。ぜひこれを使って皆さんお得にお買い物してみてください。生活雑貨とか洋服とかすごい可愛いのが多いなって思ってたんですけど、自分が一度も使ったことのない通販サイトで買い物するのってちょっと不安じゃないですか。なので今日は私がテムさんから提供いただいた、私が厳選して選んだ商品を全て紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず1つ目、カッターナイフです。ピンクで雲の形をしていて可愛いんですけど、使う時だけ刃を出すタイプで、切れ味ももちろん抜群です。今回グラス類を結構たくさん買いまして、本当に全部めっちゃ可愛かったので、この辺は後でまた紹介しますね。なんと歯ブラシも売ってました。これ見た目がまずすごい可愛くて、マイクロファイバーで毛がめちゃめちゃびっしり敷き詰まってる柔らかいタイプなんですよ。ありそうでなかったなと思って、ちょっと使ってみたいなという興味本位で選んでみたんですけど、磨き心地も柔らかくて歯茎に負担がない。舌を私必ず磨くんですけど、舌磨くときにすごい最適だなと思いました。5本セットでした。はい、高圧スプレーです。いつも100均の霧吹きでシュッシュってやってたんですけど、これは霧というか粒子がすごく細かくて、ふわふわした水が葉っぱに行き渡りますね。スプレーした時の音と感触がすごい心地いいなって思いました。はい、それでは朝ごはんを作って食べたいと思います。今作っているのはフレンチトーストです。先週の動画で作ったフルーツサンドのパンが余っていたので、それを使いたいと思います。今回テムさんから商品を提供していただく中で、キッチングッズも何点か選んでいるのですが、それも全て紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。ちょっとパンが分厚すぎて卵の液が浸透しきれなかったんですけど、ちょっと冷蔵庫で寝かしておきます。はい、キッチンアイテム1つ目はグラスです。飲み物を入れるのはもちろんなんですけど、大きくて深めのグラスなので、ヨーグルトを入れて食べてみたいと思います。ヨーグルトにバナナとイチゴと、あとはブルーベリーをトッピングします。このワンちゃんの絵柄がとにかく可愛くて一目惚れで、もうすぐにこれはもうポチりました。こういう絶妙な可愛いデザインのグラスってあんまり日本で見かけなくないですか？今回テムさんのサイトでグラスはよく見たんですけど、可愛いのがもう多い多い。もう選びきれない。このグラスもワンちゃんの他に猫ちゃんとかイチゴも確かあった気がするんですけど、3種類とも全部すごく可愛かったです。はい、完成しました。自分で撮った映像なんですけども、この絵面がすごい可愛いなと思って、サムネに持ってこようかなと思ったんですけど。はい、こちらはタイプ C のケーブルとアダプターのセットで、2個セットなんですけど、しっかりと充電もできます。こういうのはね、もう何個あってもいいですからね、たくさん買っておきました。さっき朝ごはんにフレンチトースト作ったんですけど、ヨーグルトだけでお腹がいっぱいになってしまったので、ランチにフレンチトーストと、あと野菜のたっぷり入ったスープを作って食べたいと思います。野菜のスープは好きな野菜をたくさん入れて、あとコンソメと塩コショウで味付けするんですけど、ヘルシーでいいかなと思って、最近すごくハマってよく食べています。
私でも簡単に作れるし、すぐできるし、材料も割と融通が効くのでお気に入りです。母にもよく作ってもらいます。そういえば母が私の Vlog 見て、なんか親が全然料理しない家の子みたいに見えるけど、そういうコメント来てない、大丈夫そうって言って気にしてました。お前んちの母ちゃん全然ご飯作んねんじゃんとか、なんか言われてないかって心配してました。もちろん私がする以上に母の方がもっとご飯作ってくれてるので、ただ動画に出てこないだけなんですけど、ご心配なきようお願いします。さあ、しばらく味を染み込ませておいたフレンチトーストを焼きます。はい、このスパチュラもテムさんで提供していただいたスパチュラなんですけど、大きくてシリコン製なのですごく使いやすいし、フライパンが傷つかないので、フライパンも傷めずに長く使うことができると思います。ちょっと焦がしてしまいました。野菜スープにはチーズをちょっとだけかけて、パセリもかけて食べます。このスパチュラがやっぱり使いやすいです。こういう幅広くて大きいのってあんまりないですよね。ちょっとパンが大きすぎたんですけど、結構プルプルにできました。チーズがもうちょっと伸びるかと思ったんですけど、意外と伸びなかった。はい、続いてのキッチンツールはシリコンジッパーバッグです。 L サイズと XL サイズの各5枚セットを注文しました。いつも野菜を蒸して食べてるんですけど、こんな風に小分けにしておくのに便利ですよね。いつも使っている使い捨てのジップロックだとちょっと地球に優しくないかなって思ってたので、繰り返し洗って使えるものがあるとすごく便利だと思います。中身もこうやって見えるので管理しやすいです。はい、やっとみかんとバナナの家が決まりました。いつも台の上に直置きしてたんですけど、でずっとこういうのどこにあるんだろうって思ってて、テムさんにありました。はい、今の私の気分ドンピシャな iPhone ケースを見つけました。なのにサイズを間違えて買ってしまって、母の iPhone 借りてはめてみたんですけど、こんな感じ、色が本当に可愛いなって思ってます。くっそー。学校にいつも着ていっているカーディガンの毛玉がひどいので、毛玉取りもお願いしました。届いてすぐ充電がほぼほぼマックスだったので、すぐ使えたのが嬉しいです。で、もちろん毛玉もこうやってピッと取れてくれます。毛玉取りって結構消耗するので、安価なもので何度か買い替えるのがいいのかなって思ったんですけど、1000円台前半で買えるっていうのはすっごいありがたいですよね。ほら、こんなにいっぱい取れました。で、こっちはワイヤレスのポータブル掃除機なんですけど、手持ちで買える小型のタイプ、勉強した後の机の上やペットの毛やいろいろ何かするのにぴったりだと思います。小さくて軽いので扱いやすいです。お掃除もすごい楽々です。こんな風に取り外しも簡単でした。はい、テムさんには家具も何点かあって、唯一1点だけテーブルを今回選ばせていただきました。足だけ自分でつけるだけだったので、組み立てはもう超楽ちんでした。可愛くないですか？幅が40センチというこの絶妙な大きすぎず小さすぎずなサイズで、こんな風にちょこんと置いとくのもいいし、観葉植物を乗せてもすごい可愛いですよね。こうやってソファーの横に持ってきてテーブルにしてもいいし、やっぱり観葉植物置いてもいいですね。一人で使うにはすごくちょうどいいサイズだと思います。6畳の部屋に置いても全然邪魔になりませんでした。はい、今回すごく楽しみにしていたものの中の一つがこのプロジェクターなんですけど、プロジェクターは実は今も一つ持ってるんですけど、ちょっとサイズが大きすぎて置き場に困ってたんですよ。なので見る時だけ引っ張り出してきてたんですけど、さすがにもう面倒だなと思って小さいのが欲しいなって思ってたんですけど、どうですか？ iPhone より小さいんですよ。で、こんな風にソファーのヘリにポッと置いて
使うこともできるんです。で、接続もすごく簡単で、コンセントを挿すだけでスイッチを入れて、ここにピントのレバーがあるので、これを回してピントを調整するだけです。で、この画面がつくので、まず家の Wi-Fi をつなげて、で、その後にミラーリングさせて使ったんですけど、はい。で、iPhone の人は一番左の AirPlay で、真ん中のミラーキャストは Android の方向けです。で、普通にミラーリングのボタンを押すと勝手に検知してくれるんで、この A30 押すとミラーリングしてくれて、こんな風にも手軽にプロジェクターに映し出すことができます。今私のデータフォルダにあったこの間の動画をプロジェクターを通して見てるんですけど、YouTube もこんな風に大画面で見ることができます。もちろんミラーリング以外の接続方法もあって、HDMI もあるので、ゲームもプロジェクターを通してプレイすることができます。プロジェクターが1万以下っていうのは本当に嬉しいですよね。しかも画質も普通に、全く問題なく綺麗に見えました。コーヒードリップしようとして破ってしまいました。はい、ポータブル掃除機の出番です。ドリップコーヒーを入れるときに、ちょっと柄の細めのケトルが欲しくて、今家にあるものは柄が太いので、カップラーメンとかはいいかもしれないですけど、注ぎ込むときにちょっと不便だったんですよね。で、私ちょっと失敗してしまいまして、私が選んだこの電気ケトルがアメリカの規格のものだったんですよ。で、変換プラグを使って今お湯沸かしたんですけど、皆さん購入されるときに間違えないようにぜひ気をつけてくださいね。はい、このマグも私本当に同タイプで、もう即ポチ、本当に可愛すぎる。しかも1000円以下って考えらんない安さじゃないですか。しかもこれ作りもしっかりしてて、厚手でセラミックの質感もちゃんとあって、これがこんな値段で買えるのかっていう感動ですよね。大げさじゃなく本当にそう思いました。はい、ヘッドホンは持ってるんですけど、多分皆さんヘッドホンとかその辺結構気になるもの上位ランキング3位以内には入ってくるんじゃないでしょうか。まず値段がすごく安いから音質はどうなんだってことで、ちょっと試しに選んでみたんですけど、今持ってる国内メーカーの1万以下で買えるものと音質そんなに大差ないって正直思ったんですけど、で、一番いいなって思ったのが、ちょっとややこしいペアリングの操作をしなくても勝手にペアリングされてました。はい、メガネケース。これもワンちゃんのデザインでめっちゃ可愛いと思って即ポチです、これも。で、インナーの色ベージュとメガネ拭きのピンク。バランスが最高。誰これ考えたのって感じです。私的にはもうドンピシャドタイプです。部屋を白いもので統一してるんですけど、ちょっと壁も白で寂しいなっていう印象だったので、ちょっと色味のあるポスターをちょうど探してたんですけど、これもドンピシャのがちょうどありました。結構もう夜遅いんですけど、フレンチトースト以来何にも食べてなくて、チェムさんの商品をあれもこれも見るのに必死で、あまりにもお腹が空いたので晩ご飯兼夜食を作ろうと思います。キャベツを塩昆布で食べたかったんですけど、なんと塩昆布がなくて韓国海苔を入れてみました。創作料理みたいになっちゃったんですけど、でもこれはこれで美味しかったです。本当手つきが激しいですよね。はい、山芋が登場しました。今日は山芋をおうどんに乗っけて食べようと思うんですけど、一生懸命スリスリして、で、テムさんから提供していただいた商品の中にハンドミキサーが実はありまして、自分でもちろん選んだんですけど、このハンドミキサーで山芋を泡立ててふわふわにして食べたいと思います。今うちにあるのが20年前ぐらいに母が買ったもので、重たいし、ワイヤレスじゃないしで、ちょっと扱いづらかったので、こちらを選んでみました。ちなみに、今奥に見えてるガラス鍋あるじゃないですか。あれ、母が某サイトで買ったんですけど、テムさんにも全く同じものがあって、もちろんテムさんのが1000円近く安かったです。この柄の長い木のスプーンなんですけど、ちょっと今とろろかけるのに使っちゃいましたけど、フライパンで炒め物するときなんかに、こう手が熱くなくて、ちょうどいいサイズで使えるかなと思ってこれも選びました。とろろがふわふわすぎて卵が滑り台しちゃいました。
ネギをトッピングして、あとはやっぱり一味ですよね。結構辛めに食べるのが好きです。実はもうこんな時間なんですけど、お腹空いたまま寝れないので、今日はもう特別に食べます。いただきます。ハンドミキサーで泡立てたとろろがふわふわです。初めてとろろを泡立ててみたんですけど、こんなにふわふわになるなんて感動しました。他に何か使えそうな料理があるかなって今考えてるんですけど、あったらぜひコメント欄で教えてください。これの味はもう可もなく不可もなくっていう感じでした。次買い物に行ったら塩昆布を忘れずに買ってこようと思いました。おはようございます。今朝の6時です。今日はバイトがあるのでちょっと早めに起きました。その前にこれ今回選んだ中でも上位に良かった LED センサーライトバーなんですけど、その名の通りセンサーで人を感知してライトが勝手につくものなんですけど、これがまたすごい画期的な商品だなと思ったので紹介しますね。まあ、こんな風につけておいて、私が来たら勝手にライトがついて、でいなくなるとパッと消えます。ほら消えましたって言っても、まあ、センサーライトなんで当たり前だと思うんですけど、こういう形のものって今までありそうでなかったじゃないですか。で取り外しも簡単にできるので、すごい使いやすい、扱いやすい、でいろんなシーンに使えるなっていうのをすごい思いました。夜間のうちはこうやって廊下に置いておくと、いちいち電気をつけたり消したりしなくてもセンサーライトが光ってくれます。でこうやって引き出しに設置しておくのもすごく可愛いなって、見た目がまず可愛いし、まあ、中までよく見えるし、でこうやってちゃんとね勝手に消えてくれます。で設置の仕方なんですけど、これも超簡単で、マグネットで止めてるだけなんですよ。本体の裏にマグネットを貼り付けて、で設置したい場所にもマグネットをこうやって貼っつけておくだけで簡単に脱着できるので、ややこしい配線とかも必要なく、もう買ってすぐ手軽に使えるのがいいなって思いました。はい、で充電式なので取り外してこんな風に充電しておけば大丈夫。ケーブルもちゃんと付属していました。朝ごはんって言ったらちょっと変ですけど、今からパフェを作ります。なんでパフェを作るかというと、このめっちゃ可愛いグラスをどうしても使いたかったからです。グラス類がまたこう可愛いのがいっぱいあって本当に迷ったんですけど、こちらのグラスは残念なことに今販売中止になっているそうで、でも似たような可愛いグラスが他にもたくさんあったので、ぜひみんな見てみてくださいね。可愛いものすごいいっぱいあるんですけど、見つけたらすぐ買わないと次見た時に絶対ある保証がないので、そこだけは皆さん注意してお買い物してみてくださいね。でも逆になくなっちゃったとしても、それに代わる他の可愛いものが絶対に見つかるのがテムさんのいいところでもあります。バリエーション豊富なので、あれ買っとけばよかったって思う時もあるんですけど、でもちゃんと代わりのいいものが見つかります。さあチョコパフェが完成しました。せっかくレタリングが入ってるのにチョコレートのアイスで見づらくなっちゃって、次作る時はバニラアイスで作ろうと思いました。でもこれはこれですごい可愛くできたなって思います。今回いろいろ商品を提供していただいた中で、私が一番気に入ったのはやっぱりこのグラス類でした。日本でありそうなんだけどなかなかないデザインで、通販で見つけたとしてもちょっと高いんですよね。やっぱり海外から送られてくると本当に1個 2,3,000円ぐらいするんで、しかもそれが全部1000円以下っていうのにまず驚きで、しかも送料無料は本当に嬉しいです。はい、ラストになりました。最後にご紹介するのはこちらのくねくねした形が可愛い花瓶です。こういうデザインもなかなか見つからないし、あったとしても高いんですけど、やっぱり1000円以下。欲しいなって思ったものが全部自分の手の届く範囲の値段設定なのが
本当に嬉しいなと今回テムさんの通販を体験してみて思いました。特別なものじゃないんですけど、でも生活の中にちょっとした彩りを加えてくれる商品が豊富に揃っていました。ぜひ皆さんも1万5000円のクーポンをゲットしてお買い物を楽しんでみてくださいね。